平泳ぎについて少し、話を聞いていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、もう早速なんですけど、あの日本を代表する、平泳ぎ選手を育てた、加藤先生と西条先生に、先生たちが、こう理想としている平泳ぎの泳ぎをちょっとあの聞いてみたいなと思うので、まあ何でもいいので、あのこういうとこ、気をつけて指導してますよとか、やっぱ平泳ぎはここが大事でしょうっていうのを、まあ、聞いていけたらいいなと思うんですけど、まあ、加藤先生の平泳ぎ論というか理論はどんな感じですか？僕の場合はやっぱりその平泳ぎがすごく選手によって全然違う泳ぎ方がマッチするというか、あるいは逆に言うと、例えば北島康介選手がすごく速いから、うん、その泳ぎを真似しようとしても、うん、全然その選手にとってはミスマッチになって全然進まないとか、うん、でなんでかっていうと、要するに平泳ぎが明らかなのは4種目のうちで最も抵抗が多いですよね、ダントツで、うん、はい、で一番遅いで、どうしてもこう両手両足同時だから、こうなんていうのかな、パワフルに行きたくなるけど、実はほとんどが、水中に沈んでるんで、パワー出せば出そうと抵抗も増える種目なんで、その出力をどれぐらい出すかっていうのと、いかにして抵抗を少なくするかっていう、このマッチングが実は一番難しい種目なんじゃないかなと思ってるんで、僕は簡単に言うと、最速の平泳ぎっていうのはやっぱりその選手がに一番合った平泳ぎは何なのかなっていう、そんな感じでいつも作ってるんですね。あ、うん、確かに本当に全然、まあ、世界の選手と日本の選手も、うん、違うような泳ぎしてますもんね、うん、アダム・ピーティとコウスケさんだったら全然違ったりとか、うん、全然違いますよね。もう同じ種目なのかって思うぐらい違ったりしますからね、うん、面白い種目ですよね。西条先生はどんな感じですかね、平泳ぎの。僕 も、まあ、もう加藤先生と同じなんですけど、うん、やっぱり出力を上げないと、まあ、その分、あ、その後、抵抗が待ってるっていうところがあるんで、いかにどういう割合で出力を上げていくかっていうのはやっぱすごい大事だなと思いますし、うん、そこからスピードが落ちていくんで、そこからまた出力を発揮しなきゃいけないっていうところはやっぱすごい、まあ、難しいとかですね、まあ、大事なところじゃないかなっていうふうに思います。あ、まあ、やっぱそうなんですね、その出力と抵抗のバランスというか、うん、僕のイメージですけど、日本の選手はどっちかというと抵抗をやっぱうまく減らしていく方が上手で、海外の選手はどっちかというと出力がすごく高くて、そっちの方でこうバランスをこう取ってるというかいうイメージなんですけど、そんな感じじゃないんですかね、うん、やっぱり欧米人の方が、まあ、それは平泳ぎに限らないと思うんだけど、やっぱりこう体格を利用したりパワフルなっていうか、すごくこうナチュラルでパワーを出してくる泳ぎがどっちかっていうと多いと思うし、うん、日本人の場合は、まあ、お家芸って言っていいかどうか分かんないけど、やっぱり過去に金メダル取ってる種目が平泳ぎが多いのは、やっぱりこうすごくこう抵抗少なくずっとこう効率よく泳ぐのがうまいのかなって。やっぱりその北島康介が一番早かった時はやっぱ絶品のね、うん、ピュッてこうスピード出てもそのスピードのまんま前にこう進み続けるというか、うん、ぎっこんばったんしない平泳ぎはすごく見事だったと思うし、うん、4年前に金メダルを取れた金戸理恵の場合は逆にパワー感とかスピード感が全然なかったんで、例えば 200m で世界ランキング2番になってるのに、そして4月のジャパン選考会で優勝して代表になってるのに、1ヶ月後のジャパンオープンではなぜだか 100m 予選落ちするっていうね。だから200はすっごい速いのに100は国内でも決勝残れないみたいな。でやっぱりコーチとしてはその良さ、抵抗がない長持ちする良さを生かしつつ、いかにパワーを出していくかっていうところで取り組んだ時に、意外とその上手で綺麗でピューって伸びるんだけど、そこから最高速を出すってなった時にはやっぱり根本的にこう広背筋鍛えなきゃいけないとかね、腕そのもののパワーつけなきゃいけないってなった時に、やっぱりその欧米人的なパワーを身につけることには結構苦労したよね。
やっぱ金とりえちゃんはどっちかというとそのストリームラインをきれいに作って抵抗を減らすのがすごく上手、もう、まあ、人も引いてていう。そうだよね。で、じゃあそれに、細長いし、うん、それにじゃあこうパワーをつけていけば、うん、この子は世界を取れるなっていう感じの確信を、うん、加藤先生は持ってた感じですか。そうだね。じゃあ今あの日本ですごくもうグッと上ってきてる佐藤翔馬くんは、うん、どの辺が、まあ、特徴的なんですかね、西条先生から見てここがいいところだよっていうのは。そうですね、だからさっき言った出力か抵抗を減らすかって言ったら出力の方なので、うん、逆にそこがなんていうのか課題になって抵抗をどう減らしていくかっていうことが、まあ、まだうまくできてないというところですね、うん。で、まあ、キックで、キック蹴り終わった後に、まあ、ストリームラインがまだじゃあ、北島選手みたいにうまいかっつうと、まだそこまでじゃないし、うん、で、その後こう、プルで、胸とか背中使って書いていくっていうところも、まだまだそこでもうちょっとこう、出力を上げていく、ところになっていくのかなというふうには思いますけどね。ああ、じゃあまだまだ伸びしろあるってことですね。まあ2分7秒、もうね、世界記録にもどんどん近づいてますから ね、 それでまだまだ伸びしろがあるってことは結構楽しみですね。やっぱまだ若いですしね。まあ、やっぱ平泳ぎは難しいですね。僕も現役時代、平泳ぎが一番苦手でしたから。平泳ぎさえ早ければもうちょっといい選手になったもう本当に、やっぱり、まあ、ある程度、こう、なんていうんですかね、センス的なものが、高く、ないと平泳ぎっていうのは難しい種目なの、まあ、足のかかりとかもそうですけど、ね、ちょっと気になってるの、僕はもうずっといろいろやってて、うん、結局最後まで足に水かからないまま終わった、うん、残念なパターン、残念なパターンだけどもう先生たちから見たこう、うん、理想の平泳ぎのキック、まあ、結構キックもいろんなパターンあるじゃないですか、すごく小さくバタフライのキックみたいな感じの選手もいれば、うん、結構 広くワイドに、うん、引っ掛けてきて集めてくるようなキックもあるので、うん、この辺もちょっと平泳ぎのキックっていうのを、まあ、少し聞いていきたいんですけど、まあ、先生たちから見たら どういうキックが、まあ、平泳ぎとしては、まあ、理想というかいいっていうかそういうのもありますか。僕の場合はやっぱりもう30年ぐらい前からずっとその足の裏をその手のひらのように使える、うん、ないと平泳ぎのキックってだから例えば男子とかだとバーンって蹴るでしょ、はいはい、4足同時にパーンって蹴るって想像以上にすごいパワー出てるし、あとはあ簡単に言えば水に対して足裏だけで蹴ってくんで、ほんのちょっと角度がもうこうなっててもツルツルになっちゃうし、もうまっすぐ抜いててもこうやって蹴ると水が当たったらこう抜けていくだけでしょ。だからやっぱりこうちょっとこうパラシュートみたいにこう開いてくれないとふわーってかからない。あとは一流選手、昔エド・モーゼスっていう選手がいたけど、2000年から2000ちょっとぐらいまで一番早かったんだけど、その選手見てもやっぱりこう蹴るときにこうふわってこうちょっと足裏が開く感じになるんで、その水、これ本当の話なんだけど、水泳部員連れて江ノ島水族館行って、アシカとかアザラシって体はぼーっとしたまんまなんだけど、足入れをこうやってピュッ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 ってやるだけでピューンって進むのね。その時のこのアンクルスナップっていうか、この閉じてるそのあれなんていうんだろう、足ひれ、足ひれをこうに回してきてパッて開いてブーンって押してピューンってこうやるとピューンって進むのね、足ひれだけで。全くアザラシとかオットセイって手で描かないからピューンって、それもすごいし、あとはアヒルなんかがこうなんていうのかな、水かきがあるでしょ足に、はいはい、これをこうやるときにこうに前に行って開いて水中でこう書いてきて最後フィニッシュしてこう来るんだけど、そこまでこう平泳ぎの足がこうなるとものすごい進むんじゃないかなと思ったわけ。あ、それでリエにはいつもリエというかまあ水泳部員にはいつもそのあ足裏が手のひらぐらい使えれば絶対水が捉えられるから、まあ、足首の角度とか面とかは当たり前にいろいろ意識すると思うんだけど、足裏のこの感覚を手のひらのように使えるようになるとすごくいいんじゃないかなと。でやっぱりリエトでは出会った時からあいつの足裏はなんかこうすごく粘っこく、水中でビデオ撮ってスチールにしてこう止めたりすると
あいつの足ってやっぱりこう、ふわーってちょっと パラシュートみたいに開いてる。こういうんじゃなくて。大体の選手、こうでしょ。僕は多分完全にこうだったんで。秀政は多分こうだったと思う。短くて猫みたいになっちゃって。だから、こうファってこう、パラシュートもだから開かないとストンと落ちるでしょ。うん、でもパラシュート落ちてくるときにふわーって開くと、ブーンってこう捉える。空気を捉える。だから、足裏がそうなるとすごいかな。だから、リエの場合は才能もあったし、あの、平泳ぎのキックのドリルワークやるときにはすごくね、この、足裏のドリルワーク、そこってたくさんやってたわけ。へー、うん、いろんなドリルを。やっぱり足で水をつかむっていう感覚ですね。うん、佐藤君もキック結構進むけど、佐藤コーチどうですか、佐藤君のキックは。そうですね。まあ、足首がやっぱりその使い方がやっぱすごい上手いので、うん、まあ、普通だったらこう、これぐらいしかこう曲げられないのが、うん、さらにこう3次元というかですね、曲げ方がそこだけなんですよね。その関節でも柔らかいところだったりとか、それ以外の股関節なんかも硬いですし、まあ、逆に股関節硬いので、膝がこう動くことは逆にないので、それはメリットにはなってるとは思うんですけど、やっぱり足首はもうすごい、使い方は、うん、うまいですし、まあ、1回、捻挫も2回ぐらいしてるんですけど、うん、捻挫してる時も当然投げないんですけど、捻挫し終わったとかもまた動きがすごい変わったりとか、うん、したりっていうのはありましたね。へー。なんか水泳選手の足首はやっぱり、いわゆるルーズジョイントって言って、うん、人間が曲がっちゃいけないとこまでこう曲がった方がいいから、うん、ちょっと日常生活とか、例えばバスケとかサッカーやったら、バスケ安いぐらい、うん、柔らかい方がいいんだろうし、だけど、相撲取りのあの股割りみたいにね、うん、平泳ぎの選手だと、こっちまで行けとかね、うん、足首、こう蹴って、人間の足だとこうなるんだけど、うん、平泳ぎの選手ってこうなっておいてほしいでしょ。あ、だから、ちょっとこう、なんていうのかな、ボキって折ってしまった方が、早く適応するのかなとか、思う時もあるけど、うん、なんかなんとなく、そういう、うん、蹴っていくときに、どうしても人間の足ってこうなるから、この足首がこっち向くような感じで、うんうん、ストレッチは結構させたりはしますよね。やっぱ足首がこう、うまく使えるようになってくるっていうのも大事ってことですよね。うんうん、そうですね。まあ、けどそういうのってジュニア期とかにやってればやっぱ良くなるもんですかね、うん、しっかり。ちっちゃい頃にやっぱりできる限りいろんな動きができるようにしたいし、うん、あとはやっぱりね、なんといっても、古橋先生じゃないけど、魚になるまで泳げって言って、やっぱりその本来人間っていう動物は水の中で泳ぐとかね、早く移動するとか、楽に長く泳ぐなんていう生物じゃないわけでしょ。だからちっちゃい頃からやっぱりこう少しこう水の中でなじませるというか、今ステイホームって言われて、まあプールは全然泳がなくて、選手たち数人だけ実家に帰れない子供数人だけずっと見てて、陸上トレーニングやってるんだけど、やっぱりびっくりするぐらい、もう1ヶ月ぐらい外走るでしょ。もうみんなね、足首とかね、膝とかみんな壊れまくってるわけですよ、ね、ちっちゃい頃から泳いでしかなかったから走るとね、どんどん足が壊れてくるね。だからある意味水泳選手として育ってきてるんだろうし、逆に考えれば一流選手のようにちっちゃい頃からもっともっとその関節の動き方、あるいは足裏をさっき言った柔らかく捉えるみたいなトレーニングしとけば、うん、まあ、多分もっともっと水泳のタイムって伸びるんじゃないかなと思うよね、うん、ジュニアスイマーいいこと聞きましたね。ジュニアのみんな多分平泳ぎは53秒ぐらいまで来るんじゃないかな。わけわかんなくなっちゃった。バタフライみたいになっちゃった。昔から考えたらね。けども今ね、すごいですもんね、伸びがもうね、PT、うん、とかもタイムわけわかんないですもんね、ちょっと化け物ですね。異次元の世界になってきてますよね、56秒とかですかね。